皆さんこんにちは。本ライブ副プロデューサーを務めさせていただいております18期のあさりです。今回これからお届けする4回生全体曲は、私たち4回生にとっても大きな区切りであり、同期のみんなと歌える最後のステージでもあります。アカペラを通して大好きな人々と出会うことができた喜び、心強さ、そしてこれからの未来の希望を込めて歌います。この演奏が皆様にとっても、皆様にとってのそういった大切な人々への思いを馳せていただけたらとても嬉しいです。現実がどんなに暗くて辛いものであっても、仲間と手を取り合うことができる。それでは聴いてください。高橋優さんで現実という名の怪物と戦う者たちです。バッドゥして僕だけがこんなに辛いのかといつも思ってた。周りの人ばかり幸せそうに見えた。だけど君と話したら少しだけだけど気が楽になった。似たようなこと打ち明けてくれたからかな。現実が時に怪物のように、僕らの志をずっと押し寄せてくけれど、同じ喜びをかみしめている。